交際宣言ね結婚は難しいみたいですがってね、結婚に関しては、シュガーで佐藤健さんが、今年はノーって言ったんだよね。でも諦めてないって言ったっていうことね。だから、まあ、結婚は難しいみたいですが、交際宣言はしますか、しませんかっていうことね、えー。正位置だったらする、逆位置だったらしない。 1、ね、一枚引きできますね。佐藤健さんは今年交際宣言をするかしないかはい聖地だったらする。あ恋人の聖地えー、交際宣言する も <laughs> まあ聖地聖地はね聖地でいいけど恋人のカードが出るとはねえまさに交際宣言するんじゃないって感じ。えー、ちょっと私ね私はね交際宣言じゃなくて電撃結婚発表やと思ってたんですよ。まあ,あの、まあ、年末か来年かわかんないけど交際宣言するかな ええー、交際宣言えぇ、ー、すごい。ちょっと待って。えぇ、ー、<laughs> みんなちょっとハートいっぱいやけど、タロットやからね。うん、一枚引きやからね。<laughs> エンタメやからね。あんまり、こう、喜び爆発させないで、ね。うん。まあ、あの、あればいいなっていうふうに思っててください。いや、でも恋人の聖地やからね。すごいね。いや、これ私の願望とかね。まあ、みんな。<laughs> やばくないこれ <laughs> みんなもうえー、すごくないですかほんとミコさんね本当にす,すごくないですかよねまさか恋人の政治出る交際宣言するかしないかで恋人のカード出るちょっと、まあ、やっぱり持ってるよね持ってる持ってるっておかしいなんか神がかりやねこれ。 すごいね。うん。まあまあ、でも、まあこのカードは出たから、すればいいなっていうふうに思ってね。まあ、するって言いたいけど、あくまでもエンタメです。ね。じゃーん、恋人のカード。すごーい。